アーチャーのパラドックスとは、矢が、非センターショットの弓から射出されるとき、矢の軸がたわみ、蛇行することに関係する現象。アーチャーズパラドックス、アーチェリーパラドックスとも言われる。硬すぎ、適切、柔らかすぎ、アーチャーのパラドックスという用語は1930年代に、ロバート・ピーエルマーによって作り出された。矢が発射される瞬間にたわみ、 そしてまっすぐに戻る際に正しい深度に戻るために適切な柔らかさ、スパインでなくてはならないという考え。パラドックスという言葉は的の中心を射抜くために矢が的の中心ではなくわずかに側面に向けられなくてはならないという事実に寄りつけられた。比較的弱い力の弓はより柔らかいスパインの矢を必要とする。 のように、矢がたわむ比較的弱い力の弓は、矢をたわませる効果が少ないので、矢が振動を定める前に弓幹を回り込むことが容易でなければならない。逆に、強い力の弓は、より硬いスパインの矢を必要とする。矢に対して弓幹を回り込ませる効果が大きいからである。図が示すように、弓に対して硬すぎるスパインの矢はあまりたわまず、 弦が弓幹に近づくにつれて、矢は弓と反対の方向にそれることになる。柔らかすぎるスパインの場合、矢がより大きくたわみ、弓と同じ側に的を通り越した方向に出させられることになる。アーチェリーではアーチャーのパラドックスを代償するため、プランジャーが発明された。 矢が出される間に弦が矢を押し出す力の方向と矢の向きが一致している弓のこと。その結果、もしも理想的に言い放つことができるならば、矢はその方向に飛ぶため、矢の延長線上に標的の中心があるように狙うと良いことになる。また、矢はたわまない方が進路が安定するので、より硬い方が良いことになる。まっすぐな弓を考えると、弦は、 弓幹の中央に向かって戻るが、矢は弓幹の横に接しているため方向がずれており、いの引き手から解放された弦が弓に近づくにつれて、ずれの角度は開くので、どのように狙っても矢は単純に思った方向には出されないことになる。このような弓を非センターショットの弓という。センターショットにするためには、弓幹の中央に矢が通る穴を開けるか、切り欠きを作るなどしなければならない。 現代のアーチェリーの場合は、ウィンドウと呼ばれる切り欠きがハンドルに設けられており、ここに矢を乗せるレストがある。和弓の場合は同様の目的で、弓全体にわずかなひねりが加えられている。ただし、さらに手の技術を加えることにより矢と的の方向を一致させる必要があるため、完全なセンターショットではない。このように、綺麗にまっすぐな弓は、 非センターショットで欠けていたりねじれていたりする弓の方がセンターショットあるいはそれに近いことになる。本来数学や哲学などの論理の分野の言葉で直感的には正しく思えるが実は間違っているもの及び直感的には間違っているように思えるが実は正しいものを言う。アーチェリーにおいてこの言葉が言われ始めた当初は概説で記述したように 非センターショットの弓において標的と矢の方向がずれることによりパラドックスと表現された。つまり矢が標的の方向を向いていれば直感的にはそちらに飛びそうだが実は矢が飛ぶ方向はずれるということである。センターショットの弓において完全にまっすぐに矢が居出されると困ったことに矢羽根が弓に接触し深度が狂うことになる。つまり一定の矢のたわみ 復元という過程により、弓と矢羽根の接触を避ける必要がある。このことも、アーチャーのパラドックスと言われる。ただし、競技のパラドックスではなく、講義のパラドックスのうち、ジレンマというべき内容である。さらに、矢が飛ぶ、際の蛇行現象そのものを、アーチャーのパラドックスと呼ぶことがある。しかし、パラドックスという言葉の意味から離れた用法である。矢の軸のたわみやすさのこと。 シャフトを2点で支え、中央に重りを下げてたわんだ距離で比較する。この距離を数字で表すと、大きい方がたわみやすい、すなわち柔らかいということになる。ありがとうございます。